どうも、あと数時間後で数時間後に、セミナーですね。あと今1時過ぎなんで、今日4時からセミナー、渋谷でセミナーなんですけど、さすがにもう来ないですかね、はい。まあ、とりあえず来るかもしれない。動画の方撮っていきたいんですけど、今回のテーマがですね、ビットコインで3000万儲けた話です。ビットコインで3000万儲けた話です。かなり興味深いですよね。僕動画いろいろ撮ってるんですけど、やっぱりね、結構儲ける話が明らかに再生数、僕の一般的な平均再生数って50ぐらいなんですよ。30、40、50とか、多分平均50ぐらいなんですね、普通の動画って。だけど儲ける系の話とか稼げる系の話だと2倍ぐらいいくんですよ、大体。なんでかなって言ってこの動画はビットコインというキーワードも入ってるから、ちょっと伸びるかもしれないですね、ビットコインもいいんで3000万儲けた話です。これね、今日セミナー終わって、来週の20日ですかね、20日実際にお会いしてまたいろいろとお話しするんですけど、この前この2000万儲けた話みたいなのしたんですけど、またね、その人が買ったビットコインが値上がりして3000万ぐらいになったらしいんですけど、いいですね、3000万、どうですか。いやでね、なんでこのテーマをお話ししようかって思ったのが、僕ね、裏メルマガっていうのはちょっとやってるんですよ。裏メルマガ、裏メルマガっていうふうに言ってないんですけど、裏でちょっとやってるメルマガがあって、今度そのメルマガもちょっと配信機をちょっと変えて、本格的にちょっとメルマガも動画ばっかりやってたんで、メルマガもちょっと真剣にやろうかなと思ってるんですけど、でそのメルマガを真剣にやるにあたってちょっと配信機も変えようかなと思ってて、でその裏メルマガをでに対して返信があったんですよ。どういう返信があったかっていうと、そのなんか、ビットコインの話をしたんですよ、裏メルマガでちょっとビットコインの話したら、どういうお問い合わせが来たかっていうと、メール来てたかっていうと、あなたはビットコインのそのなんだビットコインで稼いだんですかと、で他人の話をしていいんですかみたいなお問い合わせが来ました。要はあなたは何、このメルマガって別にあなたが稼いだわけじゃないでしょうと、他人の話でしょうと、他人の話をしていいのみたいなっていうお問い合わせが来たんですね。なんでちょっと話そうかなと。これも他人の話ですよ。僕ビットコインやってないですから。ビットコインをやるんだったら、僕はビットコイン、今ちょっとね、仕事でこれから、また年末あたりとか来年ぐらいからまた大きくやっていくと思うんですけど、ビットコインがこの普及するじゃない、普及してますよね。でこのビットコインを普及されたことによっていろんな問題が出てるわけですよ。いろんな問題が。で聞いたことある人は言ってるかもしれないですけど、ブロックチェーンとかキートークンとかね、いろいろあるんですけど、それを円滑に回す、要は例えば何て言えばいいかな、例え話がねうまくまとまらないな。例えば iPhone8 が出たら、 iPhone8 に付随する必ずその、ケースとか売れるじゃないですか。じゃあちょっと例え話は微妙かな。ちょっとうまく例えられないんで割愛します。そっちのそういうのをちょっと仕事として携わっていくんですけど、今はもう確かにビットコインは儲かると思います。いいやつ買えばんだけど、これが僕は思うんですけど、一番儲かる方法って何かっていうと、これ裏メルマガでもちょっと書いたんですけど、要はビットコインあるじゃないですか。仮想通貨の中でビットコインとか、他にも仮想通貨ってあって、ビットコインが一番分かりやすいですかね。そのコインの中で。あと何があるんだろう。なんかいろいろありますよね。僕もよくわかんないですけど。で今60万ぐらいいったのかな、ビットコインは。でもビットコインって60万記録したらしいですけど、最初の一番の売りが 0.07 円とか 0.09 円だったわけですよ。わかります？じゃあ 0.09 円とか 0.07 円のものが60万までいってるわけですよ。1ビット 0.09 円とか 0.07 円のものが
ね、60万まで倍増してるわけですよ。バカですよね。1円以下の価値、1円以下だった価値が60万までいってるわけですよ。やばくないですか。これなんで価値上がると思います。これね、考えたことあります。もう一度言いますよ。 0.07 円とか 0.09 円だったわけですよ、1ビット。昔はね、10年前ぐらいは、一番出た当時は1ビット1円以下で買えたものが今1ビット60万とか超えてるわけですよ。バカですよね。でこれなんで価値上がってると思います。ここまで価値が上がる理由、考えたことあります。これは単純に人間のその何だ、期待度なんですよ。期待値なんです。人間の期待値、まあ、欲望とかね、いろいろあるんですけど、期待値、みんな期待するから、みんな買うからどんどん沸騰するだけであって、あのじゃあこれなんでじゃあ値下がりするのって話じゃないですか。これ期待値下がるわけですよ。これビットコインもうダメなんじゃないかなって、期待値下がったらその動くわけですよね。期待値が下がったらこれダメなんじゃないかなって だから一瞬で暴落するんですよ。これ一瞬で暴落する方法って簡単で、ビットコインが今後なんだダメになるっていうニュースがブワーって流れたら、もう一瞬でバーンですよ。だってこの価値が上がってる理由っていうのが人間の期待値なんで、しかもほとんど今押し上げてるのっていうのは、その初心者の人が何儲かるぞっていう話で、今買っとけば儲かるぞみたいな初心者の人がほとんど買ってるわけですよ。もちろんね、あの上の人もいてるかもしれない、いてますけど、買ってるわけですよ、押し上げてる理由っていうのが。じゃあその初心者の人って何も分かんないわけじゃないですか。ね、だからニュースでこう出たら、ああやばいやばいってなって、今度こうなんだ、あの売りが先行するのかな、うん、あのブワーって市場で売られるわけじゃないですか。ブワーって売られて、ブワーって売られたら価値低くなりますよね。誰でも買えるようになるわけですから。これね、だからね、そもそもそのビットコインのその価格が上がる下がるに関しては人間の心なんですよ。本当に人間の心が右往左往してるわけですよ、単純に。でそこに対して僕はなんだろうな、短編的に見てる人が非常に多いんじゃないかなと思います。だ中長期で考えた時に僕はですね、まあ、必ずまた暴落するだろうし、うん、で特にこの、上げ率が半端ないわけですよ。1円以下で買えたものが60万ぐらいになってるわけじゃないですか。ここの期待値のここがすごいんで、反動が高いんですよ。まあ、この前もね、なんかちょっと暴落しましたけど、うん、だ確かに儲かるかもしれないですけれども、なんだろうな、結局そのなんで儲かってんのっていう話で、その人間の心の部分なんですよね。だからここの真相の深い部分を理解してやらないと、僕はね、あの絶対下手こきますよ。どういうことかっていうと、じゃあ例えばこれ FX とか投資とかも全部そうなんですけど、今上がってるじゃないですか。じゃあ上がってるからずっと保有してよみたいなね。仮にじゃあ3000万まで上がりました。でも今の価値としては3000万かもしれないけれどもね、一瞬でバーンっていったらその3000万がね10円になる可能性もあるわけですよ。申し上げますね、3000万が10円になる可能性もあるわけですよ。なぜかっていうと、手出し1円以下なわけですよ。1円以下なんですよ、そもそもとして。じゃあ例えばそのビットコインが、例えばさ、これ多分ありますけれども、今後多分出てくる問題としてあるんですけど、ビットコインが仮想通貨じゃないですか。だからこれが、なんだ、勝手に口座から抜かれて、まあ、これ実際事件も今起きてるんですけど、その仮想通貨抜かれるとかね、仮想通貨抜かれちゃうっていう、ハッカーさんたちがブワーやって、でそれが全世界中にニュースとして流れてて、今ちょっと危ないよみたいになったらどうなります。世界的なハッカーが仮想通貨みんなの、ね、あのログイン情報をブワーっていって、ブワーって抜いてきてとか、世界的に流れたらどうですかって話で、うん、だからね、もうそもそも仮想通貨がこれだけ上がってる理由っていうのが、うん、あのその人間のあれなんで、うん、僕はですね、一番大切なことはそのなんだ、短編的な儲かったではなくて、なぜ儲かってるのかとっていうところをちゃんと考えた方がいいんじゃないかなっていうところです。稼げます、儲かりますっていう話にみんなこう食いつくじゃないですか。
ですよね。これ儲かりますよ。え、本当に儲かるんですかって話じゃないですか。本当に儲かるんですか、本当に稼げるんですかって食いつくじゃないですか。え、吉谷さんそれ本当に稼げるんですか、吉谷さん本当に儲かるんですかって食いつくじゃないですか。これね、これめっちゃ今からめっちゃ大事なこと言いますけど、めっちゃいい今から大事なこと言いますけど、この質問ができる人はかなり本質をついてます。吉谷さん本当に初心者でも稼げるんですか、吉谷さん本当に儲かるんですか、これは嘘ですか本当ですかっていう質問がほとんど9割9割なんですよ。9割9割だけどね、吉谷さんなぜビットコインは儲かるんですか、なんで儲かるんですか、なぜ儲かるんですか、なぜ儲かるんですかっていう質問をする人はほぼいないんですよ。皆無に等しい。その仕組みって何なんですかと、なその押し上げてる理由って何なんですかっていうところを聞いてくる人ほとんどいないですよ。じゃあなんでネットビジネスって儲かるんですかっていう、なんでネットビジネス稼げるんですか、その仕組みは何なんですかっていう、その表面的な部分じゃなくて、この氷山で言うならば氷山のここですよね、みんな見てるのここの深い、ここのもうなんだ冷たい、なんだ池に冷たい海に沈まってるこのでっかいこの氷の氷山ですよ。で出てるのはここの一角なんですけど、みんなここなんですよ。ここをみんな知ろうとしないし、ここが大事なんですけどね。だからね、まあそういう考え方をしないとダメなんじゃないかなと。もちろんその氷山の一角っていうのを見るのも大事なんですけど、じゃあそれをでもベースは何なんですかって話じゃないですか。そこはね、本当に儲かるとか稼げるとかそういう話、まあね、この僕の YouTube チャンネル見てる人は好きだと思うんですけど、そこをね見てない人が多いんじゃないかなと。で僕はまあ、そういうのいろいろ見てきました。これからもビットコイン、まあ、ビットコインに関しては確かに時代が変わる、その仮想通貨貨幣が変わるっていう、この多分貨幣が変わるっていうことはあんまないんで、多分この100年以外で100ずっと歴史上見てもその貨幣がこの仮想通貨というかね、こういうインターネットが出てきたことによってこの便利にこの流通できるっていうのは多分今回の改革があったらまあ相当ないと思うんですよ。だけれども本質的な部分はそこです、うん、で僕が教えてるのっていうのはもうなんだろう、100年か200年前、もっと300年前って、300年前は盛りすぎか分かんないですけど、100年前はあったですよ。200年前もあったと思います。要は絶対にどう書いてもそのなんだ儲かるっていう表現がいいのかな、稼げるっていう表現がいいのかな、まあビジネスですよね。僕が教えてるのはインターネットっていう媒体を使って、インターネットっていう媒体を使って集客して商品を売るっていうものなんですよ。ただそれだけなんですね。インターネットっていうのは出てきました。じゃあこのネットを使って集客して商品を売る。ただこれだけなんです。だから別にネット、まあネットがなくなるってことはないじゃないですか、多分。で、これってじゃあインターネットがなかった時っていうのは何してたんですかって話じゃないですか。インターネットがなかった時には雑誌に広告出して集客してます。新聞に出して集客してます。ラジオに広告出して集客してます。テレビに広告出して集客してます。もしくはポスティング、こうポストを入れて集客するとかね。っていうのがまあ今までのビジネスモデルだったわけじゃないですか。インターネットがなかった時。でしかもインターネットが出た時っていうのは個人あんまり使えない SNS とかなかったですから、今はインターネットが出てきてだいぶ経って個人が発信できる、まあこの YouTube も含めてそうなんですけど、その個人が発信してそこで集客をして、広告収入もしくは自分の商品を売るってことができるようになったわけですよ。でこれってなくなると思います？間違いなく、まあインターネットがなくなるってことはないだろうし、集客して何かを売る、もしくは広告、まあ自分の商品ではないんだったらなんかアフィリエイトするっていう、これはね変わんなんかなくならないと僕は思ってます。ずっとだって10年見てきましたけど変わってないですもん、やってることが。だけどみんななんか短編的なものに行くじゃないですか。これが新しい、これが新しい、これが新しいっていうものに、まあ今年僕今日のセミナーで今年最後のセミナーになるんですけど、今年やった中で一番ね反応が良かったのがインスタグラムなんですよ。インスタグラムで集客してお金を稼ぐみたいな。
そのセミナーがすごく反響が良くて、映像販売もしたんですけど、すごく反応が良かったです、ね。まあ、インスタグラムっていうものが出てきました。で、このインスタグラム、新しい SNS が、写真をメインとした SNS が出てきましたよ。じゃあこれに対して集客する、で、その集客してマネタイズしていくっていうやり方をセミナーでお話ししたりとか、まあ、商品、まあ、その映像販売したんですけど、これって僕ね、これセミナーでも言ったんですけど、別に僕ね、インスタグラムで稼ぐ方法、インスタグラムで集客する方法、こう検索すらしてないですよ。もう一度言いますね、僕インスタグラムのセミナーやりましたけど、インスタグラムで稼ぐ方法、インスタグラムで集客する方法、検索一度もしてないです。検索もしてないし、教材も買ってないし、何も触れてないですよ。だけど本質は変わらないんですよ。本質は変わらないんです。YouTube でやってることと Instagram でやってること、本質は変わらないです。情報を発信する。それが動画なのか写真なのかっていうだけの話なんですよ。もう知りますね。YouTube の動画なのか写真なのかっていうだけの違いで、何もやってることは変わらないんですよ。だから僕は別にどんな新しい最新の SNS が出てきたとしても、ね、本質は変わらないので、やることは明確なんですよ。だから何が来ても対応できるんですよ。でも短編的な人って、じゃあこれがダメだったらまた次これ、これがダメだったらまた次これみたいに行くわけですよ。本質を知らないから、本質を勉強しないと思う、本質を勉強しようとしないから。なぜなんですかっていう、吉田さんこれ本当に儲かるんですかっていう短編的な部分しか見てないです。吉田さん初心者でもこれできますか、吉田さんこれって本当に儲かりますかではなくて、ここの氷山の一角でしかそれ過ぎなくて、ここの部分の本質的なのが分かれば、どれが来ても応用できるわけなんですよ。どんな最新なものが出てきてもやること本質は変わらないですよ。だけどそこをみんな勉強しないから、勉強しないから、この短編的なものに全部行くわけですよね。でこれはダメ、あれはダメ、これ稼げた、どうのこうのって言ってるわけじゃないですか。ほんとね、やること変わんないですよマジで。うん、はい、あ、お疲れ様です。あ、どうぞどうぞどうぞ、いいですよ。まあここ廊下なんでね、廊下なんでちょっと、はい、ということで、ちょっと結構長く話しましたけど、まあ今日のセミナーね、ご参加ください。ご参加ください。あと2時間後ぐらいに、今多分、今20分ぐらい撮ってるんで、多分2時ぐらいだな。あと2時間か3時間後ですね。3時間ぐらいなんで、3時間で来てください、渋谷まで。3時間か2時間で渋谷まで来てください。この YouTube の下にリンク貼っときますので、来てください。まあこれ動画撮ってる理由はね、今回セミナー、今年最後のセミナーしますんで、なんかね、今日申し込みしていただいた方います。吉田さん、今日行きますみたいな。今日行きますみたいな。まあ当日現金でもいいですから、お越しください。本当に大切なこと、大事なことっていうのを今日ね、お話しするのと、あと、テクニカル的な部分だったり、あとマインドのことだったりとか、全部お話しします。はい。ということで、終わりたいと思います。今日のあと数時間後、渋谷でセミナーしますんで、ぜひお越しください。はい、今からダッシュで来るということですね。はい、もうそろそろ用意、準備した方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか、うん、はい、では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。